今からですね、P3 プラス3、北東アジア非核兵器地帯条約国際議員連盟の会合を行います。でここはですね、韓国の国会の中の迎賓館です。でこれに先立って、共同代表のホン議員と意見交換をしました。この間の、米韓の首脳会談、あるいは日韓の首脳会談を受けてですね、まあ、拡大抑止力ということが話をされていますけども、しかし核によらない、まあ、特にですね、まあ、ホン議員さんはあの韓国の軍にもおられたわけですけども、もうその逆に言うと南北の軍の間のチャンネルが途絶えて、もう久しくなると。でそういったことの方がよほど危険であると。で韓国のその国民の皆さんは、まあ朝鮮戦争まだ休戦ですから、常態化しているこの戦争の意識の中でですね、その台湾有事は日本有事というような、ああいうことで、あの、まあ、まさに私は今日、干渉国家になってはならないと、戦争やの干渉国家になってはならないと、ともすればその恐怖をもとにですね、戦争に煽ったり、それから核武装という人も韓国の中にもいるそうです。でしかしそれをなだめるためにもですね、あの今回の、 あの韓米の首脳会談があったということのようですね。ただやはりこの拡大抑止という考え方は核を前提にしてますから、それはやはり受け入れられない。でこの中でも非核の傘を広げていく、こういう時だからこそですね、この会議がすごく大事だというふうに思います。で、その北朝鮮の核開発についても外国の人が考えているほど韓国の人がですね、それにあの神経を尖らしているかと。で北朝鮮はあの例えばパキスタンとかインドとかは核開発を しているにしても核保有国っていうのは宣言してないんですね。で北朝鮮はそれを認めてほしいって言ってる方ですから、逆にそれを前提にするんじゃなくて、この韓半島の非核化、これはもうロシアも中国も入れてですね、この間 APPF でも共同コミュニケを出しました。でそういうことからしてもですね、私たちがやらなきゃいけないことはまず核廃絶ですね。この非核の傘を広げていく、このことが大事だということを申し上げて、まあ、本当に素晴らしいパートナーに恵まれて、今日あの韓国側からもですね、4人の国会議員で、日本もちょうどこの時期、あの僕らは国会の許しを得てきてますけども、ちょうど防衛増税の財源確保法で、この委員長のですね、解任決議ということが出てるわけですね、財務金融委員長の、まあ、そういう日に、ここにこのソウルの国会にいてですね、とても意義が大きいと思います。ではごきげんよう。